ジャガー横田、ジャガー横田、ジャガー横田、1961年7月25日イ、は、日本の女子プロレスラー、タレント。本名、木下里美、旧姓、横田。所属団体は、ワールド女子プロレスリアナ。所属事務所は、パーフィットプロダクション。四人姉妹の末娘として誕生。荒川区立小国西小学校。 荒川区立第七中学校卒業、小中学校の後輩に伊住院光がいる。伊住院の兄と同級生。中学当時は卓球部に所属していた。卓球で宿徳高等学校への推薦入学が内定していたが、家庭の経済的負担を軽減すべく全日本女子プロレス入りする。ちなみに、その時の同期は、これは私にもできそうだったという。 1977年6月28日、大田区体育館大会で全日本女子プロレスにデビュー。身長160センチメートルという女子レスラーとしては、小柄で恵まれない体格の持ち主ながら、その気迫迫るファイトは、女子プロレス界一ストロングスタイルと評され、これまでに、初代全日本シングル王者、第29代31代はは、 世界シングル王者など数々のタイトルを所持している。ジャガーが20代前半の頃の全女の場合、年齢が25歳前後に達すると、メインに出ていたレスラーでも扱いが急に悪くなり、前座試合にマッチメイクされたりレフェリーへの転校要請など、会社と喧嘩して辞めていくパターンが多かったが、ジャガーの場合は引退する1年ぐらい前に、引退はいつですかね。 全女の運営に相談した。しかし貯金がなかったため、世界チャンピオンにまでなって、犬小屋も建てられずに辞めさせられるか。最低300万円貯めろと言われ、実際に300万円の貯金をして、その10ヶ月後に引退を決めた。1986年、怪我を理由に現役を引退。引退時には、全女への貢献を認められたことで退職金を支給された。 コーチに転校し、アジャコングをはじめ、後のスター選手など育成するも、全女の人気加工により、余裕のなくなった会社側からコーチを解任される。自身が苦労人であったこともあって、コーチとしては出来の悪い弟子にほど、親身になって指導したといい、全女経営者である、松永一家のみんなを育てる必要なんかない、10人入ったうち1人スターを、 作ればいいんだという考え方と横田のコーチ哲学は一致しなかった。1990年代には、吉本工業企画の女子プロレス軍団、吉本女子プロレス JD に所属、若手を指導する。1998年12月26日、2度目の現役引退。その後も2000年まで同団体でコーチを務める。2011年10月、 ワールド女子プロレスディアナに入団を発表。高知業とスポット参戦で、リングにも上がった。現在は、現役最古参女子レスラーとして、各女子プロレス団体のリングに上がるとともに、フリーの立場で、各団体の後輩の指導に当たる。2015年6月28日、自身の38周年記念大会にて、マイクで、私は、今のプロレス界の若手に不満だ。 ちょっと痛ければ休む。辛ければ休む。そんなのやってたら、若手が成長しない。38年目にして生まれ変わる。と発言し、ベデュ・マーダーズへ加入。その後、ホッタ・ユミコや、ジェニー・ローズを勧誘し、クリシスを結成。2005年11月3日に横浜アリーナで行われた、ハッスルマニア2005で、ハッスル軍と戦う、モンスター軍に、 目標のようなメイクコスチュームに身を包んだ、ジャガー横田を思わせる名前とルックスを持つ、謎の女、ジャガーワイが現れたが、ジャガー横田との関係は不明である。話すときは、語尾が、ニャとなる。日本テレビ、大田光の私が、総理大臣になったら、秘書田中。では、主婦代表として、夫の木下博勝と共に出演していた。 1998年2月に日本テレビスーパージョッキーのネットコマーシャルに宣伝のために出演。ネットクエスチョンのエッチな質問に大激怒し、そのナレーションをしていた日本テレビアナウンサーの菅谷、大輔に手を挙げながらも無理やり自分の目の前に連れて、帰させ、その場でクエスチョンを読ませた。その後、菅谷の顔面を熱湯に突っ込んだり、 菅谷の体ごと熱湯に入れたりする等の暴挙に出て。ラジオ番組、寺島直生ラジオパンチ。文化放送金曜日レギュラー、バラエティ番組、森田和義アワー笑っていいとも。富士テレビにゲスト出演、不定期していた。2007年6月放送分の日本テレビ、行列のできる、法律相談所に、夫の木下と共に、ゲスト出演した際に当時、 司会の島田信介に40歳で結婚したことをネタにされ、とっさに横田がまるで生き遅れたみたいな言い方してと反論したが、信介にまるで私は生き遅れてないみたいな言い方ですよと、再度突っ込まれた。その後も40歳のジャガー、野生のジャガーやったら死んどるぞ、と信介にネタにされた。また、夫の木下は同じくゲスト出演し、隣の席に座っていた。 上と綾にデレデレした様子だった。一度目の引退の前までは全日本女子プロレスのレスラーに課されていた参勤、酒、タバコ、男を守っており、酒は飲んでいなかった。そもそも当時の全女は中堅クラスにも未成年が多かったためある意味で参金は必然であった。酒を飲むようになったのは全女のコーチになってからであり、ジャガーよりも2年先に引退していた。 ミミ・ハギハラが働いていた目黒駅近くのスナックが行きつけであった。かつてはブランデーのボトルを軽く一方に開けるほどの主号であったが、29歳で現役復帰すると試合やトレーニングを優先し、上前、女水のような日本酒ばかり飲んでた。結婚後、産地や種類、年代でワインを選ぶ、夫の木下博勝とは対照的にジャガーは、 味が口に合うかどうかでワインを選んでいる。ジャガーはワインだと主人と二人で一方に開けるぐらいが良い方も時間的にもちょうどいい。それが私たち夫婦が仲良く過ごす秘訣なんですと2017年10月の週刊誌の記事で語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。